ご飯できたよ。ご飯でき、うん、ご飯できたよ。はい、今日のご飯はブッチとサバ、みのりのサバ缶ですね。みのりのサバ缶になります。はい、ご飯だね。はい、そしてね、今日はペイさん、タンケ、そう、かわいいでしょ。これ、新作なんですよ。あーちゃんとお揃いで作ってもらいました。わかったよ、ちょっと待ってね。はい、どうぞ。こちらのワンピースはブラックなんですけど、とっても薄い素材でできていて、こうやって女の子らしい柄がたくさん入ってますね。以前プチパリっていうワンピースがあったんですけれども、それとちょっと似てる感じがします。はい、あーちゃんのがこちらです。今回は2人でビスチェにしてもらいました。すごい可愛いですね。プチヘブンさん、いつもいつもありがとうございます。本当に可愛い、よかったね。アイペイさん、美味しいですか？とっても美味しい。今日はね、午前中朝一でオイル交換に行ったらですね、まあお金かかったオイル交換が、ドラレコとドラレコをつけなきゃなと思ってて、ドラレコをお願いして、そしてその後にタイヤに亀裂が入っているのが分かりまして、そしてタイヤの交換も一緒にすることになりました。もう本当に予想外。まあドラレコはね、いずれつけなきゃなと思って、たまたま目に入ったのでお願いしたんで、まあそれは仕方がないんですけど、タイヤは予想外でした。もうびっくりです。お金かかる、本当。そしてですね、最近見ないトゥクトゥクなんですけれども、今壊れています。で、1年点検、そろそろ1年、ん？もう1年過ぎてるのかな、忘れちゃったけど1年なんですよ。それで1年点検をするとかしないとか、大揉めに揉めています。なんだかな、本当に。まあ言ったな、失敗したね、ペイさん。でも乗れればね、乗りたいんだけどね、揉めてるんじゃしょうがないよね。まあね、いろいろありますね。じゃあペイさん、美味しかった？よかったね、美味しかったの。じゃあお散歩行こっか。お散歩？うん、行く、よし。はい、それではお散歩行ってきます。ペイさん、高いね。すごい高いとこにいるね。うん？見える？いっぱい。行ってみる？奥行ってみる？うん？さっきね、タヌキの親子が歩いてました。かわいかった。撮ればよかったんだけど間に合わなかった。ねえペイ。タヌキさんいたね。ちゃんと毛も生えてて病気じゃなかったね。ね。まだいるかな？タヌキさん。見に行ってみる？うん？うん、ね、いつも風吹いてる。ビュービュービューって言ってるね。ペイさん、ペイさん、暑くなってきたね。いっぱい歩くと暑くなってくる。風がビュービューでね、家を出た時はうっすら寒く感じたんですけどね。すごい暑かったね。もうエアコンと扇風機でね、そろそろ
石出さないとね、石使うでしょ。あーちゃんが使ってたやつ使うでしょ。ペイもね、あれ重いからさ、みんながいる時じゃないと出せないのよ。どこ置いたっけ。あー、小屋だ、小屋、小屋にある。みんながいる時にお願いしといてあげるね。ね、さすがのペイさんもエアコンが必要な季節になってきました。毛量がね、少なめなので、やっぱりあーちゃんよりはね、暑いよが遅かったかな。とはいえ毛量がだいぶ増えたと思います。あーちゃんが乗り移ってくれたからかな。一緒に生きてるの？ん？一緒に生きてるの？最近お利口さんだもんね。本当にね、鳥さん見ても襲わなくなったし、本当にとっても落ち着いていられるようになりました。びっくりだよお母さん。それかただただやる気がないのかなとも思うんですけどねえ、あのバニーちゃんとかと遊んでる時はちゃんとスイッチが入るからねただただつまんないのかな。2頭だとね、お友達に簡単に会いに行ったりとかなかなかできなかったけど、それはそれで小さな小さな世界だったけど楽しかったよね。なんだろうね、苦労も2倍なんですけどね。今思えばすごく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 贅沢なことだったんだなぁなんて思います。そんな楽しかった思い出があるので、ペーはつまんなくておとなしくなっちゃったしねえ、お母さんとじゃつまんないんだよね。そうでしょ。うん、いつになったら慣れてくれるかなね。このまましょぼーんとなっちゃうのかな。ん、ペーさん、なかなかスイッチ入んないよねね、楽しかったもんね3人ね。まいったな。もっともっと楽しくなるようにお母さん頑張るよね。頑張ります。